君、慌てすぎ。僕はそんなにせっかちじゃないから、すぐに切ったりはしないよ。わかってるけど、早くエイクと話したくて。嬉しいことを言ってくれるね。とりあえず落ち着いて。何？そのもうすぐイクの誕生日だよね。誕生日、そういえばそうだね。どうでもいいから忘れてた。どうでもいいって、どうでもいいものはどうでもいいんだよ。誕生日を祝われて喜べるような年でもないし。それはそうなのかもしれないけど、イクは何か希望とかある？あ、それよりその日は空いてる？そんなのどうでもいいよ。それよりさ、え、イク？今度フレンチのお店に行かない？友達に聞いたんだけど、美味しいらしいんだ。フレンチのお店？そう、君の好きなデザートもビュッフェスタイルで食べ放題なんだよ。あ、うん、行ってみたい。じゃあ、イクの誕生日に。それまだ先じゃない？そんなに待ってられないよ。だから次に会う時に行こう。あ、うん、わかった。楽しみにしてるね。じゃあ、今日はこれで。また電話するから、おやすみ。うん、またね。おやすみなさい。何をあげようかな。美味しいね。ああ、なかなかいけるんじゃない？そういえばイク、もうすぐ6月だよね。まだ早いよ。5月だってもう少しあるだろう。そっか、うん。今何してた？ね、部屋でぼーっとしてたかな。ぼーっと？何もしてなかったの？課題とかあるんじゃないの？随分と余裕だね。そうだね、課題しないと。そういえばさ、うん、そうだね。ねえ、聞いてる？
ごめん、何？だからもういいよ。ごめん。よっ、水島、この後空いてる？講義が終わり、帰る支度をしていると、アモンに話しかけられた。この後？何かあるの？久しぶりに飲みに行かないかって思ってさ。お兄さん、一杯どう？君と？そう、俺と。僕が？そう、水島が。いやだ。なんでだよ。いいじゃないか、どうせ暇なんだろ。アモンはこの大学に入ってからの友達で、なぜか僕のことを気にかけていて、入学当初からやたら話しかけてきた。見た目は悪くないのに、その言動のせいで女にモテない。何度アドバイスしてもこの性格が治ることはなかった。おせっかいで、熱血で、酒好きで、チビではないけどどこかの誰かさんに似ている。教育実習の時、やたら僕の世話を焼いていた春樹先生に。確かに僕はアモンの言う通り暇かもしれない。でもアモンよりは暇じゃない。これだけは確信を持って言えるよ。ああ暇さ、俺は暇だよ。水島みたいにモテるわけじゃないから彼女もいないしな。そうだね、全部事実だから否定できない。だから飲みに行こうって言ってるんだ。俺は暇だ、だから酒が飲みたい。俺は美味しい美味しい酒が飲みたいんだ。飲みに行ってくれないと泣くぞ。お好きにどうぞ。いいのか、泣くぞ。そしたらお前は注目される。今度は男を泣かせたってな。男を泣かせる趣味はないよ、見苦しい。見苦しいって言うな。たまには腹を割って話そうじゃないか、水島くん。はあ、分かったよ、分かったから少し静かにしてくれない？すでに注目浴びてる。いいじゃないか、みんな俺に夢中なのかな。そんなわけないでしょ。それでどこに行きたいの？俺のおすすめの居酒屋だ。まい酒があるんだわ。わかった、そこに行こう。でも夜はレポートをやるから、そんなに遅くまでは付き合えないよ。ああ、それでいいぞ。じゃあ俺の行きつけの居酒屋刈り上げに行こう。変な名前なのは気にしないでおこう。僕はアモンに導かれるままに居酒屋刈り上げに向かった。おっさん、小五郎一本持ってきてよ。はいよ。さすがアモン、チョイスが違うね。当たり前だろ、美味しいおつまみも期待してるよ。おお、任せな、しこたま作ってやるぜ。うひゅー、楽しみなあ水島。そうだね。でアモンは僕に何が聞きたいの？もう本題に入るの？まずは一杯グイッとやってからさ、おつまみをつまんで、最近の世界情勢に難癖つけて、芸能人のワイドショーの話をして、クラスメイトの噂話に花を咲かせて、毎朝電車で見かける女の子の話をしてから本題に入ろうと思ったのに、全部すっ飛ばすコースなの？僕は忙しいから、そういう無駄話は他の人に付き合ってもらってよ。おっさん聞いてた？こんなこと言うんだよ。アモン相手ならそうなるな。おっさん、豪快に笑ってる場合じゃないよ。くそ、こうなったらおっさんが後で俺の相手をしてよ。いっぱい酒を飲んでくれるならいいぞ。ああ飲む飲むさ、飲みまくってやる。この店の酒を全部持ってこい。毎度あり、今日は大繁盛だ。アーモン、僕は帰るよ。
ダメ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 だ。今日は水島と飲むって決めたんだ。だからダメ。だったら少しおとなしくしてくれないかな。悪い、この店に来るとついな。はい、お待たせ。小五郎だ。たくさん飲むよ。ああ、これが飲みたかったんだ。俺とお前とずっちゃずっちゃかかろー。アモンはこういうところがテンションが高くて僕とは合わないはずなのに、なぜかアモンは僕を気に入っているらしい。男に好かれても嬉しくないんだけど。アモン相手だと疲れるだろう。そうでもないです。彼に似た人を知っていますから。俺と似てる？そいつはすげえや。酒好きなのか？そうですね、アモンといい勝負だと思います。一回会ってみたいな。紹介しろよ。そのうちね。春樹先生とアモンを会わせたら想像したくない、やかましくて大変なことになりそうだ。本当か？楽しみだぜ。酒好きに悪い奴はいないからな。いや、いっぱいいるでしょう。ははそう言うなよ。多めに見てくれ。まあ、ゆっくりしてってくんな。言われなくてもしてくぜ。そうかそうか。なんで来ちゃったんだろう。後悔してももう遅いな。アモン相手だと僕のペースが乱れる。今日も酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞーっと。ああ、そうそう、本題に入るか。うん、そうしてくれると助かるよ。いやー、水島、彼女と何かあったのかって思ってな。どうして？お前気づいてないかもしれないけど、結構態度に出てるんだぜ。高校生の彼女、くっそ羨ましいな。俺も欲しいぞ。あ、じゃなかった。高校生の彼女ができてから、水島だいぶ落ち着いたよ。前から気になってた危うさもなくなった。だから安心してたんだけど、最近あまり元気がないからさ。高校生の、くっそ羨ましい、じゃなくて、高校生の彼女と何かあったのかと思って。アモンに心配されるようなことは何もないよ。順調だよ。そっか、それならいいんだけど。もしかしてそれだけ？ああ、そうだよ。何かあったら話を聞いてやろうと思ってな。ほら、俺って頼りがいがあるじゃん。だから俺に話せば少しはすっきりするかなって。それにすんげー参考になるアドバイスができるかもって思って。頼りがいはない。それに話しててすっきりするとも思えない。アモンのアドバイスは的外れだから参考にもならない。おいおい、言い過ぎだぞ。俺が泣いちゃうだろ。俺に謝れ。ん？役に立たない俺の方が謝った方がいいのか？まあどっちでもいいか。アモンは見ていて飽きないよ。うざいけど。うざいって言うな。鬱陶しいって言え。若者言葉を使うな。そんな無茶苦茶な。まあ気にかけてくれたことには感謝をするよ。ありがとう。いきなり素直になるな。照れるだろ。はいはい。でも元気なかったかもね。なんかあったのか？電話をしても彼女がそっけない。僕と話してても上の空なんだ。驚いた。なんで？いや、水島でもそんなこと気にするんだな。でも安心したわ。昔の水島だったら考えられなかったからな。公衆の面前で女に泣かれても、平手打ちをされても、詰め寄られても怒鳴られても、遊び相手の女の子の彼氏が現れても、全く動揺しないどころか半笑いだった水島がそんなこと気にするんだ。なんかアモンの話を聞いてると僕相当悪い男みたく聞こえるね。
聞こえるじゃなくて実際そうだったんだよ。修羅場あるところに水島ありって大学内では有名な話だ。過去の話だよ、今は違う。そうだな、今は違う。お前は変わったよ。今だから言うけど、教育実習から帰ってきた水島は別人かと思うほど穏やかになってた。携帯から女友達の番号を消し、告白されても全部断る。来る者を拒まず、去る者を追わず。そんな水島が本命ができたからって言った時、何人の女が泣いたんだろうな。さあね、興味ないよ。これだからモテる男は。でも俺は良かったと思ってる。今水島は恋してんだな。しかも幸せな恋。水島を変えた女の子すごく興味あるな。あ、一回会わせてくれないか。嫌だよ、僕の彼女だから。そんな言葉が聞ける日が来るなんてな。よかったよかった。水島、その子を何があっても手放すなよ。ずっと大事にしろ。そのつもりだよ。手放すつもりなんてない。手放せるはずもない。よくぞ言った。それでこそ男水島だ。今日は祝杯だ。飲んで飲んで飲みまくりながら水島ののろけ話を聞いてやる。いいよ、話すつもりなんてないから。そんなこと言うな。話せ、幸せを分けてくれ。おっさん、酒だ。酒が足りないぞ。はあ、今日はとことん付き合うよ。飲むぞ。その後のことはよく覚えていない。アモンに継がれるままお酒を飲んでしまった。人は所詮利己的で自分の利益だけを求めてる。だから愛や恋だけじゃなく友情も信じていなかった。彼女と付き合うまで僕は信じようともしてなかった。僕を気にかけてくる奴は僕を利用しようとしてる。だったら適当に付き合って僕もそいつを利用しよう、そう思ってたんだ。でも今は違う。こうやって僕のことを気にかけてくれる友達がいることを信じられる。信じられるようになったら今までうざいと思っていた友人関係も楽しくなってきた。アモンの言う通り僕は変わったのかもしれない。そうだといいんだけど。どうなんだろう、僕は自分だけが信じられない。